はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。あれですね、東京リベンジャーズコラボ、聖夜決戦編が始まりましたね。まあ今アニメでそこのところがやってるみたいなんですけど、まあ僕はね、あの D アニメストアで見れないんで、ちょっとまだその聖夜決戦編は見れてないです。だから内容がわかりません。まあでもね、コマはねちゃんと当ててきました。総受けアレスに入るこの乾はじめ九井はじめ乾清舟か、800以上の特殊ダメージを受けた時に 200% 回復するってやつですね。で、マゴマ10枚以上の条件が入ってるのかな。うん、まあでもこういう特殊環境においてはとても使いやすいんじゃないでしょうか。まあ一応デメリットもあります。特殊を受けてから回復するので特殊で飛ばされたら負けです。ベランジェールはね通常で発動してくれるんで、通常で飛ばされない限りはその後の特殊も受けきれるんですけど、この九井はじめ乾清舟はまあ特殊をしっかりと受けきれる体力がないといけませんよって感じかな。うん、てか2人で呼ぶの呼びづらいな。ほらね、こうやって1000でやったら2000回復って感じで、まあ呼びづらいんで多分最初の九井だけで済ませるかもしれないです。ちょっとまあ略称とかは募集、なんて呼ぶのが一番いいんですかね。僕はちょっとまだわかんないんで九井って言います。まあで、他はいつも通りですね。変わってるところはやっぱりその九井とエンマがチェンジされてるところかな。まあぶっちゃけ強いですよ。うん、強い強い。ちゃんと特殊を聞ければもうバカみたいな回復だってできるんだから。まあでもエンマの方が良かったっていうところもあるかもしれない。まあそこは好み、うん、好みで入れればいいと思います。はい、僕の評価は最初まだ使ってみてないですけど、使ってみてない評価はそんな感じ。あのエンマだったら良かったってところと、やっぱり九井だったから良かったっていうところは分かれると思います。さあやっていきましょうか。もうね、お相手さんのこういうもうダメージは食らいまくっていいんですよ。もうラルが打っちゃうかな。相手ね、動線を開けるっていう行為もしてもいいと思うんですよ。その罠ごま何かな、特殊罠かな、まあわかんないけど、一応ラヌが打ちます。もうこれでね、あれですよ、ヒプノスのコンボは開きましたけど、お相手さん打てないんじゃないんですか。さすがにコンボしたら4500、5500、僕1万近く回復しますからね。違う違う、それは効いてない、ちょっとダメですよ。アンチヒーローはだか、はい、まあこれがねされたらちょっと嫌なことなんですけど、まあまあ1200ぐらいだったら甘んじて食らいましょう。どうしようかな。まあ僕まだアレス打ってないんで、まあこれはアンチヒール取りましょう。邪魔です。アンチヒールはいちゃいけないんだ。速攻で退場してもらいましょう。で、まあ次のターンアレスかな。まあ角入ってくれたらアレス打つんですけど、まあさすがにそんなことはしてこないか。いやーどうしようかな、これ悩むね。まあダブコンつなぎたいところはあるんですが、まあまだあのコンボっていうか、あの D1 の罠が発動してないんで、まあここは X に行きます。最悪あのフェイルノートのコンボ食らってもいいというね、気持ちで、まあ九井がいるので、まあフェイルノートのコンボしたらめちゃくちゃ回復しちゃうよねって感じで、お相手さんはまあ打てないんじゃないんでしょうか。さあホワイトアルカードが来ましたが、まあこれは全部返しましょう。特殊も返して通常も返してで4000回復かな。いやいいよ、4000回復はいい、エンマより回復してくれるから。まああとはキリン引けてたらいいんですけど、まあそういうのは引いてないんで、一旦中に入りますか。ワンチャンの罠駒を取りに行けるようにして、でもしもお相手さんがここでダメージを出してくれたら、乾のコンボで飛ばせるって感じかな。言うてね、やっぱお相手さんね、こういう特殊をたくさん出してくるようなデッキなんで、まあ罠返してまたダブコンがつながります。これはいけそうですね。まあヒュプノス相手にはしっかりと決め切っていかないといけないところがあったんで、初戦から勝ててよかったですってことで、ベランジェールでとどめを刺します。このベロムマギアもね、まあ毒じゃないんで、ダメージを減るごとに特殊になるんで、まあそれはどうなのかな。まあいい、どっちもどっちか。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ガブか、いや耐久くせー。まあ高校取れたのはいいけど、耐久じゃさ九井がさ
活躍しねえじゃねえか、どうしてくれるんだよ。でもね、ガブリエルのコンボスキルが3ワンチャンあるか。オーラとかが見えた瞬間にもう回復になるんですけど、お相手さん、おっと回復じゃないっていうことは、僕ここの打ってもいいですか。まあ引いてないんですけどね、引いたら勝ちよこんなもん。どうしよう、とりあえずベラからいきますか。回復回復回復でいいところでアレース、完璧よ。まあ実際ね、セヤ決戦編見てないから、僕最後ね24話、まあ1期の24話まで見たんで、多分これあれですよね、この乾とかココノイってブラックドラゴンのメンバーですよね、多分僕の予想ですけど。その最後のね24話見た時にブラックドラゴンの話が出てきたんで、そう、竹道がね、未来に戻ってなんか東京卍会の幹部になってる時の話に、なんかそれと合併されてできて、その卍会に合併されたグループにブラックドラゴンがのメンバーがいて、でそこで出てきたと思うんで、多分このキャラはブラックドラゴンの人たちだと思うんですけど、まあそれ以降の話がわからない、こっからどう なっていくのか。まあ竹道が過去に戻ってブラックドラゴンと戦うのかなとは思うんですけど、漫画読もうかなって思うところもありますよね。リリティ打ちますか。リリティエを打ってティエしますよ。あともう一枚罠ゴマ置いたらアレスで、そうですね、打っちゃっていいんじゃないでしょうか。オッケーオッケー、その特殊は全部返します。しかもダメージは高い、さすがリリティエ。そして来るココノイさん、はい、ココノイ打ちまーす。特殊で回復しちゃうんだな、これが。もうワイツさんもう泣いちゃうよこんなもん。さあ特殊出してこい、もう1万近く出してきていいですよね。フリジアか、いやでもその特殊、4100ってことは、8200回復、絶望。さあキリンも引いていく。いやこれさあどうする、もうワンチャンもアレス打っちゃっていいんじゃないかなと僕思うんですよ。でお相手さん取ったらベラーが発動するかな、1枚返しだったら。いや今日の神駒わかんないぞ、1000いかないかもしれない。1000いかないと多分つながれ、アレス返された時に、ベラが発動してくれませんね。やっちゃったね。いやでも大丈夫、全然大丈夫。とりあえずマイティでも貼っておきますか。これでいきます。でベランジェルはまあ発動してないんで、おばちさんが3枚返しとかしようものなら、回復はしてくれる。それはね927か、まあ発動しませんね。ただココノイが戻ってきてくれました。ラヌが打てないんで、マイティを置いておきます。いやどうかな、おばちさん特殊出さないといけないでしょ。でフリジアのコンボはもうない。ただコンボするってなると通常で1000以上のダメージ与えると思うんで、ベラが発動する。右上 X が嫌ですけど、まあそれで特殊出されるぐらいだったら全然 OK。 よーし、これは気持ちいい回復できるぞ皆さん。まずは通常で、4900回復して、で1万近いダメージを、はい、気持ちいい2万3000回復。これが心得のパワーよ。はい、対戦よろしくお願いします。見ましたか、これが新しい総受けアレスですね。全部の攻撃受け切っちゃうんだから気持ちよくなっちゃうのよ僕。本当にね、やばい、このコマとベラがもう2枚編成されてしまった僕のこの総受けアレスはもう気持ちよくなることしか考えてない。安定なんて求めません、何だっていいんです、特殊を出してくれれば。どうしようかな、まあ、最悪これ神駒引いたら足打ち回りかな、ポリュか、なら普通に風車から行こうかな。でベランジェールも打っちゃおうかな。あんまりね、でも次の辺にねベラ置くのはね好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、次1枚返しじゃないですか、まあ、ちょうど1000ピッタとかで通常出されると、あんまり回復できないってあるんですけど、いやーでもベラか、でもとりあえずベラ置いとくか、嫌だけどね。
あんまり置きたくないけどベラ置いといた方がいいかなというのがあるかな。置くのがね遅くなってどうしようもなくなるってよりかは、まあとりあえず置いとくっていうのもありですから、まあまあいいですよ。いい美里でもありだったけど、まあまあまあ次置きますわ。はい、いや三光姫か、あーどうしよう、三光から行きますか。ベラもねしっかりとねアレスでリペアできるようにして、で次美里さん置いてかな。まあ特殊ダメージは出されるでしょう。おっとポリ消さないのか、ポリ消さないんだったらワンチャンアレス、いや打たない、さすがに打たない、打ちません。ココノイが来ました、完璧です。はい、こういうことですね。ポンとね置いておくことで、お相手さんはもう毎ターン1000ダメージ特殊確定で入るんで、もうここで特殊出しちゃったらもうね皆さん大回復ですよ。それはもう4000近く回復しちゃうよ。はい、バフ乗って5300、やばすぎー、なんだこの回復は、おもろすぎんだろう、楽しくなってきちゃったぜ。はい、これでリリーティエも発動して、3枚リペアして、お相手さんは特殊を出すたびに僕の体力が全回復していくっていうことですよ。あ、オッケーオッケー。右上 X に来られなかったんで、もうこれは中入っちゃいますか。いや、中入る。いやー、どうする、いや、でも中入るか。アレス、本格で打てるし。全然いいよ。まあ、エンデガは残しといて、エンデガ打てるかな。このデッキになったらエンデガ打てるか怪しいよな。新しいフィニッシャー探す？いや、でもさすがにね、ご了承された時にエンデガっていうのはね、最終手段で残しておきたいんで、まあ残すか。はい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 。ベラ発動して、アレスは？アレスじゃないや。あ、ヒプノスもないのか。ってことは心に発動しません。これさ、あえて、ベラ取らせるって作戦どうですかね？こうして。で、ザフキのコンボ使った瞬間に、僕は大回復でアレスのコンボつないでまたリペア、うわー気持ちいい、それできる。あ、まさかのオーラ捨てか、いやオーラ捨てか。じゃあアレスで1枚しかリペアできないけど、リペアしちゃう、全然 OK、 リペアしちゃいましょう。で僕はね、受け持ちでも回復しといて、もう完璧な盤面。これはお相手さんもう泣いてますよ。内落ちしてもおかしくないけど、このお相手さんは内落ちしない、素晴らしい。最後まで僕の、自己満に付き合ってくれるっていうね、フェイルノーとか、いや特殊出してほしいな、お願いだから特殊出してほしい。ラルガも引いちゃうか、もう強すぎ。これはまあバレンタイン受け持ちでいいでしょう。またまた回復します、ずっと回復してる、ひたすら回復。お相手さんがね特殊ダメージと通常ダメージ出してくれるまで、もう僕はひたすら回復しますよ。でパスか、これヒプノス当てていいですか、ちょっと気持ちよくなりたいんで。リスナーの皆さんも見たいでしょ、これヒュポコン食らって4500で、そうすると9000回復に 1.2 倍のバフ、もうこんなもん、あやばい、非常にやばい、キリンが行ってしまわれる、ダメだって、それじゃ気持ちよくなれねえだろう、頼むよ、アイシケ調整してね、残念。まあでもしょうがないか。ちょ、お相手さん本当お願いだから特殊出して、特殊出しましょう、特殊を出してくれたらもうね、あとはもう何でもしますから。オッケー、ナイス。6000近く食らったので1万2000ちょっとか。はい、気持ちいい、これよこれ。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。いや、メルベか、メルベはどうなんだろうな、まあ、ベラの方がいいのか、いやどうしようかな。メルベはね一番悩む、結構特殊入ってるメルベだったらいいんですけど、こうマモンとか、まあ、そういう系の駒が多い、メルベだとねちょっとこれがね難しいよ、対策が。あとは、ハルバラですね。アンチヒールはもう負けなんで。だいたいメルベユールに負けるときはアンチヒールよ。てか、X か、X に来るのか。うわ、どういうこと？めちゃくちゃゴリ押ししてくるやん。
でもね、案外このゴリ押し強いんでね、 X に行く進行、今の環境結構多いよ。メルベリ行くのはあんま見ないけど、リアンツィールとかね、そこら辺のデッキってやっぱり初手リアンツィールからもうなんか適当な駒で X 行って、でリアンと S 駒つなげるっていうムーブが強いんでね、あれされると結構きついんだよな、このデッキ。いくら回復があるとはいえ、まあ、そこをね、ココノイとかにね、任せるっていうのはいいんでしょうけど、おっつ、これココノイ打ちますか。で次ベランジェル打って、まあ骨増やしてくるか。お相手さん的には増やされると嫌だな。毒ダメージっていうのがね本当にきつい。毒は受けたくないのよ。まあでも次ベランジェル、おっと、それはお相手さんすまねえ、その罠ごま特殊で反応するんだ。はい、1万回復で骨消せる。いやー気持ちいい。あ、通信が切れた。これは内落ちか。まあ気持ちはわかる。今の一撃をね、1万回復されたら回線を切りたくなる、その気持ち大いにわかります。でもまあこれは勝たせてもらいますわ。あれ、メルベのコンボ2回食らってサタンも打たれたのに僕の体力まだ1万8000あるんですけど、どういうこと。あれ、このアレスめちゃくちゃ攻撃受けられるやん。まあ総受けアレス、これが総受けアレス、受けです。全てを受けていく、受けて受けて耐えて、最後の最後にお相手さんの自滅を誘うか、エンデガレ、ぶっ飛ばす、まあ、こういうことですよ。あ、これあれか、サタンのコンボ、まあまあまあさすがにね、もう AI なんで、AI なんで、まあどう打ったっていいでしょう、僕の勝手だ。 AI さん、とりあえず早く決着をつけたいので、ベラとかに当ててきてもらえないでしょうか。まあさすがにそんなことは。コンボ封印、おお、コンボ封印されました。まあいいですけど、とりあえず罠置いときますか。罠置いてアレス打たせてください。まあ、ポリュ、まあ、ペレツもありだったか。どうせ毒ダメージも出される可能性があるんでね、まあそんなことは気にしませんよ。でもなー、いや気持ちよかったなサタンとメルベヒューロにココノイぶつけんの。あー、こういうことがしたいんだよ。まあでも通信切れてるとやっぱり喋ることがないですね。うん、アレス打っちゃいますか。あとはもう一回ココノイが発動してくれるんで、まあできればなんかサスター社とか、まあそこら辺の子まで、リーリーのコンボつなげてほしかったっていう気持ちがあるけど、まあバホメットか。残念、残念。それは残念。じゃあペレツ置いとけばよかったじゃん。ペレツを、ペレツ置いとけばもうちょっと早く終わったんじゃないかという感じはありますが、あれ、僕の体力まだ1万8000ある。全然なくなってないな。強すぎ、この回復。で、アレスの特殊で終わり。よーし、次行きましょう。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。おお、天結か。僕のデッキね、まあ天結対策はしてないんですよ。まあ、マリスマディン入れてもいいかなと思うんですけど、枠がないんでね。やっぱ両面罠とペレツ、今の環境だとペレツ入れといた方がな、ぶっ刺さるんじゃないかなっていう気持ちが僕の中にあるんで、あんまり天結も見ないじゃないですか。まあ一定数はいますけどね。やはりメルビシアン、ヒュプノスにカミタンと、まああとはなんかまちまちアレスがいたり混合がいたりってなってくるとね、やっぱりヒュプシアン、メルベから出てくる毒ダメージを対策するんだったらペレツですよ。ペレツ最強で、まあお相手さんはね、まあこうですね、フェイルノートが来るんですか。みんなフェイルノート引いてくるな、天結は。まあどうしたか、どうしたもんか。まあまだここのフェルノートありかな。で、ここのにも来ましたね。X に来るかな。結構ね、天結のこっから X 来られて陣雷ボンボン打たれるのがほんと辛いんですけど、ちょやめてほしい、それは。あー、ザフキか。まあザフキだったら全然 OK。X メイティスから周期打たれるっていうムーブがマジできついから。あれさえされなければいい。まあ一旦ここのに打っときますか。で、特殊出してほしいなーって気持ち。まあ、でも、座吹きで回収されるか。
まあ、全然いいですよ。心に打っとくことが大事。で、座吹きのその特殊崩れる1000ぐらい。946ってことは、まあ、2000も回復しません。もう、これはリリーシャより回復しない。リリーシャより回復しない S ゴマがあっていいんでしょうか。まあでもね、ここからですから、ここから。もっと頑張れる。ここの絵はもっと頑張れるから。でもなぁ、神丹の駒って、結構ね、体力じゃない、アタック1000超えてる駒少ないから、1枚返しだとなぁ、ベランジェル発動しねえんだよなぁ、こんな感じで。痛い。あー、雷撃場の星。ガヤンギースか？伝説の雷撃130%とかなんかそんぐらい返せる、雷撃にしか反応しない伝説の罠、ガヤンギースさん。なんか紫の鎧みたいな感じのあの駒ですよ。まあでもね、さすがにそんな駒入れられないと思ったら、おーっと、どうしようかな。ちょっと待ってください。これはラヌガですね。まだアレスじゃない。言うてお相手さんは通常、1枚返しとかないよね。1枚返しはなくて2枚返しで、メルカバのコンボつないだらココノイが発動する。で、通常ダメージもベランジェールで回復できる。オッケー。あー、痛い。これね、本当に痛いよ。痛いんですけど、この総受けアレスだったら受けれちゃうんだな。これがまた、はいはい、全部受けます。受けて、オッケー。7000残りましたね。どうしよう、これアレスか。どうする、カドアレス。いやー、どうしたもんかね。こうか。あ、でもこれ中に入られるのか。あ、間違えたな。ダブコン許容してもよかったのかもしれないな、これは。あ、でもな、その場合だとな、ベラがな、返されなかった時に危ないからな。まあ、これでいいでしょ。うん。で、次僕が角に入れば、一応コンボないんで、受け持ちでも打っておけば耐えれると思ったんですが、エンデガが来たので、エンデガ3枚返しで飛ばしますと、はい、転結のこの効果力もしっかりと受け切っていく。 GG。 はい、対戦よろしくお願いします。出たらリアンツイール先行、いや高校かい。いやー、弱ー、はい、やばい。弱いとか言っちゃダメだけど、あんまり強くない手駒が、はい、リアンツイール打たれていく。いや、リアンツイールにここの当ててーっていう気持ちがあるっていうのは僕だけでしょうか。ね、5000とか食らいましたからね。回復したら1万。これでおばちさんを絶望させたいっていう気持ちはあったが、まあ発動できないものっていうか、手駒に引いてないんで、しかも高校、無理です。リアンツイールに先行取られたらどうしようもないです。強い。リアンのそのコンボ、もうリアンとベルグレーでは同デッキ制限つけなさい。梅さん、まあ、昔からあるけどね、吉野アルカードっていうのが、まあ、それはまあそれは昔じゃん、まあ、そうですけど、ちょっともうそれの上位互換じゃんね。吉野アルカードでも嫌だったのに、もうリアンアルカードはもうダメよ、うん、これ犯罪ね。リアントゥールラも犯罪です。ダメです、許されません。助けてください。ちょ、梅さん助けて。無理、早すぎだって、攻めが早すぎる。なんで僕3ターン目にも体力半分もないんですか。半分はあるけど、半分じゃん、半分なくなっちゃって。リアントゥールラペトラは無理です。ちょ、助けて。ちょ、どうしたらいいの。こっから入れる保険ってあるんですか。いや、ワンチャンあるな。まだワンチャンあるよ。ちょ、心得、いでよ心得。ベラか、ベラ打つか。ちょ、どうしてくれんのこれ。ねえ、無理じゃん。どうやったらいけるんですかこれ。おばいさん、ちょっとアタック出しません？なんかアタック高い駒持ってませんかね。サタンとか。あ、サタン打てないや。ファビオか。まあ、ファビオでもいいでしょう。ベラで回復します。でもどうしたもんかねこれ。いや、さすがにさ、もうアレス打つしかないでしょう。アレスコンボできるようにしとく？いや、でも、あ、ダメだ、ファビオ消して、ファビオの背の毒も嫌だから消すか。どっちの方が良かったんかな。ファビオの毒許容して、 A4 から入るか、もしくは意識のコンボつないで B6 から行くか。うわ、回復された、しかもベラ発動しない。
難しい、この状況難しすぎるって。僕どうしたらいいの。まあ受け持ち本格に打っときますが、これでもう最悪回復する。ただ盤面がバリきつい。やっちゃってますよねこれ僕。次どうする。ホワイトさんが、おお、マニアも撃たれた。もう全部撃たれちゃった。 S ゴマ全部撃たれちゃった。もうリアンの S 投げ強すぎるって。でもここは回復するしかないよなってなると、いやどうする。ちょダメージも与えないと僕飛ばせないんですけど。これ受け持ちか。受け持ちで意識つなぐ。これで、でおわちさんも S ゴマないでしょ。 S ゴマがないんだったらここに弱めの駒置いてもらって、で4枚返しエンデが打って次のターン耐えて、でリリティエで飛ばす、うん、完璧。いや守護者か。いやー発動しない。特殊出してよ、お願いだよ。おっとここでココノイが来る。でも4700でしょ。僕ね特殊受けられる気がしないんだけど、まあでも打つか。まあ次のターン飛ばすこと考えたらここで一種系打って、で次のターン耐えてエンデガと、ベラをつないでどうにかする。よしこうです、こうだ、これしかねえ。いやー耐えれない、それは耐えれない。エンマだったら耐えれてたんですけど、ここねこういうこと、ここの絵じゃなくてエンマだったらよかったねっていうのはこういうシーンで言うんですよ。はい、対戦よろしくお願いします。いやさっきのリアンどうやったら勝ててたんだ。ぶっちゃけねアレスの打つ位置とかもうちょっと考えてればいけてたような気もするけど、ま反省はここまでにしておきましょう。次はシアンです。いやシアンもね言うて特殊出しますから。あなたはシアンさん、あなたは特殊を出します。何で出すんですか。ペトラとかアルカールとかそういう駒打ってくるでしょ。そういうのを全てココノイで回復して絶望させてあげましょう。最悪リアンに当ててアリスを気持ちよくなってやるんだから。死打ちじゃない、よしよしよし、死打ちじゃないんだったらまだあるよ、全然ある。どうしようかなこれ。何か引いてください。イシュケですか、ペレス、いやペレスかな。ねシアンっていうのは、まあ、特殊も出しますが毒もね一応出してくるんでちょっと怖いね、それが怖い。さあまあ B さん来い、 B さん、おう強すんぎ。ヴィーナスを打ってくるな。ヴィーナスのコンボ強いからな。召喚で 10% は食らうか。次のターン、あ違うな、 8% か。まあ食らいに行きますか。あ違う、 10% 食らうな。まあまあでもしょうがない、もうしょうがない、食らいましょう、甘んじて食らいます。僕はねそういうねやっぱ受け切るっていうんだったらかっこいいでしょう。わらデッキだったらまあつないでからイーオンアレスもありかもしれなかったんですけど、僕は受け切る体勢でいきますから。盤面を重視する、受け切って勝つっていうのを何度も言いますけどね、それを重点的にモットーにしてやってますから。やっぱ盤面を崩して勝つのもありなんですけど、盤面をきれいにね整えて、めちゃくちゃ回復してお相手さんを絶望して勝ちたい、そういうスタイルやっていきたいと思います。まあこれでねベラ置けたんで、まあ、アンチヒルさえ引けな、ん置かれなければどうにかなるかなっていうのあるんですけど、ちょっとアタック低いって、神駒のアタックもうちょっと出してよと思いながらミサトさんを張っておく。これお相手さん A3 とか来るかな。まあ、アヌビスのね、コンボがそんなに強くないんでそれはありがたい。さあどこに来るんですか。僕的にはねやっぱり A3 来てほしいっていう気持ちあるんですけど、まあそんな簡単には来てくれない。まあ B4 もありえるか。全然ちょ特殊を出せ、特殊を、特殊を出せと言ったけど、1000未満のダメージを与えるだとは言ってない。まあ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 、でもこうしてもう3枚返し来いよ、バチ来い、バチ来い、食らってありますよねえ、バチ来いよ、3枚返しベラで回復できるし、もう何でもあるよ、何でもします。ほら特殊いっぱい出したいでしょ。ペトラですか、
打ってこいよ。ペトラとかもうビーナスだったでしょ。あとなんだ、トゥールラは入んない。バフォメットが入ってんのかい。まあ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 、でもね、アレス打つ、アレス打ったらもう勝ちよ。でもなあ、れかミサトさんとマイティ返されたらやばいと思ったけど、僕は心に打ちます。アレス打つと思いましたか？打たないんだな。こんなもん心に打つしかないでしょう。でこれでバフォメットと魔晶石のコンボ、はい、来ましたね。イグナーツ、うん、毒ダメージで飛ばしてこようとしますが、それはね、もう心のいいよ。はい、気持ちいい。倒せると思った相手に対して心のいいを発動させていく。これはもうちょっとやりたいことやっていいですか？もうやっちゃっていいですかね。イグナーツもバフォメットも打ったってことはもうフィニッシャーいないでしょう。あ、バイスがいるか。あ、バイスやばいな。もう何も考えてなかった。やばい、気持ちよくなることしか考えてなかったんですけど、これちょっとワンチャンバイスで8200飛ばされるってある？え、でもエンデガーの可能性もあるか。エンデガーだったらね、通常でえベラが帰るんで。やべえ、バイス来たー。お願い耐えて。よし、耐えたー。あー、気持ちいい。これがやりたいから僕危ない橋渡ったんですよ。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。なんだろうなんかね、ココノイとベラ使ってるとちょっと気持ちよくなることを優先して、ちょ、危ない橋渡りたくなっちゃうんですよね。特殊くらいたくなっちゃうじゃないですか、今回なんてね。ココノイ使ってると当てたくなっちゃうんだよな、めちゃくちゃ。もう今回も僕はもうヒプノスに当てたくてもうしょうがない。めちゃくちゃヒプロスに当てたい。まあ、コノイ引いたらなんですけどね。回復しまーす。あ、やばい。ちょっと事故ってますね。今回僕ちょっと事故ってまーす。初手にリリテ打っちゃったから事故ってもうてまーす。でもね、余剰回復はしたくないっていうね、オセロニアンの気持ちが出てしまった。あまり余剰回復はね、するとやっぱり後々ね、あー、もしも回復残しておけば飛んでなかったのにっていう場面があったら嫌だから。よし、危ねー、ペレツ引いた。ナイスナイス、ペレツ、まあ、これはもうペレツ置くしかないでしょ。それ以外の択はありません。で次に、まあ、ここの引いちゃうかな、僕のデスティニードローでね。まあ、X に来たらね、もう受け持ちでいいんですけど、おーと、それは特殊を出さずにカットか。まあ、カットは全然いいですよ。僕特殊出すことはアレス以外ないんで。あー、やばい、事故った。あー、事故った。違うじゃん、ラルガじゃないよ。そこは心に引かないと。S ゴムは引いたけどね、ちょっと違うんだよな。あと、お相手さんはね、ヒュプノスなんでロックがある。必ず持ってたら、まあ、アレス打つタイミングでロックしてくると思うんだよな。で、あとプラスキリン下を残しておきたいんですけど、まあそんな状況じゃないんですよね。受け持ち取っておきたかったな。まあ巻いておきますか。まあ、ワンチャンもうこれアレス次打つのもあり、しょうがないけど、じゃないとちょっとお相手さんに攻められてる可能性があるんで、まあお相手さんが、まあ、X しかり B4 に何置いてくるかなと思ったら、いや強いパンドラ、それはちょっと強いね。回復めちゃくちゃされちゃうよ。てか吸収も強いね。うーん、どうしたもんか。アレス打つか。もうこれはアレス行くしかないっしょ。ねえ、もう食らうっていうか、もう耐えるしかない。いや、お相手さんに特殊出してもらって、もう僕が飛ばすしかない。いや、でもな、クソメガネ来たー、出たー。いやー、もうふざけるんじゃないよ。なんでアレスのコンボ消すんですか。いやいや、やばいね、これどうしようか。まあ、一応ラルガ持ってるんでね。あ、ここの行きた。あ、完璧完璧。もうダブコン食らいますよ。お相手さん、ダブコンしてくださいね。いいよいいよいいよ、ダブコンしてもらっちゃって。まあ、グノーも1000ぐらい出るでしょう。パンドラも特殊出すし、そうすれば2000、最高お相手さんが出す駒によっては3000ぐらいで、ここにいて回復して、まあ絶望ですね。お相手さんめちゃくちゃ絶望。おうっと
そうきますか。まあまあ3200からの、はい、約4000回復して、いやこれねラヌが打ちたい気持ちもあるんですけど、一旦ね、一旦ベラ、一旦ベラよ。これで絶望をさしていきましょうか。うん、絶望を振りまく薬剤デッキ、それこそが総受けアレス、リアンツィール、まあさっき負けましたけどね、リアンツィールしかり、そうですね、シアン、ヒュプノス、ここら辺のデッキに対してもう勝ち目のない試合を作っていく。あと神タンか、神タンにさベラと心にぶち決めて、なんかもう通常食らって1万回復、特殊食らって1万回復、こういうのやりたいんですけどね、まあ、今回当たってないんでそういうことができない。まあ、これはもうラヌガで中入っちゃいますか。で返したのはベラとマイティか。いや心にじゃなかったか。まあでもだいたい2枚返し3枚返しなんで、どうにかなるとは思います。でね、ハルモニアか、それは特殊出してもらったんでマイティが帰る。いやーこのダブコン食らうんだったらマジで心得使いたかったね。このダメージだったらめちゃくちゃ回復できてましたからね。待ても勝ちは勝ち、ベラも心得も最強、ぶっ壊れー。